女性ホルモンがね、どんどん低下していく年代、ね、見てほしいと思ってます。はい。女性ホルモン復活。ね、もうほんと大人可愛いジルシアートの新作で作っていくので、ぜひ見てください。はい。年齢を重ねる美化は武器となるメイクアップレデューサーの翔子です。はい、皆さん、こんにちは。はい、今回は、コスメって言ったらね、もう春の新色がどん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 ね、出てるんですよ。そこで、私、先日渋谷に撮影に行ってた時に、ちょうどジルシチュアットのね、新色が出るということで気になってたので、帰りにもうでっかいメイク道具持ちながら、ちょっと渋谷に、チェックしに行ったら、はい、やはり、ギュンと掴まれまして、買ってまいりました。はーい。はい、もうね、ジルシチュアットっていうと、もうものすごく、パッケージが可愛い上に、ロマンティック系ね、やはりね、40過ぎた時に、ちょっとね、可愛すぎるんじゃないと思うでしょ？すっごい使えます。ただ、使い方間違えちゃうと、ちょっと痛い感じになってしまうので、ね、どうなの？っていうことで、春の新色っていうところで、またね、すごい、何？この、テクマクマヤコン系こんな感じの、はい、出ております。はい、これもう、心を踊りましたので、こちらの方をご紹介しながら、ね、メイクの方もちょっとやりながらね、大人の可愛いっていうところをちょっとね、今日は追求していきたいと思います。では早速行ってみよう。はい、まずジルシアートね、もうパッケージも可愛いんですが、箱も可愛くてこの状態で入ってました。はい、ジルシアートブルームクチュールアイズで、これ04の色になってきます。アイカラーなんですけども、真ん中にね、クリームが入っていて、花びらのように、ね、4色、全部で5色入ってる状態なんですね。でもこの鏡ね、ちょっと見えた状態で、チップが2つ入っております。こうやるだけで、なんかもうテンション上がる。もう本当にね、私の年代なので、ちょっとね、テクマクマヤコみたいな感じをすごい彷彿させながら、わーと思ったんですけど、わかんない人も多いかもしれない。うん。ね、ちょっとなんか、心躍る。ただ、これね、ちょっとね、分厚いんですよね。はい。なので、ヘアメイク的にはメイクボックスにかさばるんですよ。ジルシアートさん。なので、結構、ブライダルとかでああいう時はいいんですけども、個人的に買うのはすごい心躍るんだけど、プロ的に持っていくのは大変だなって思う感じ。今回ね、モデルさんのこの感じのイメージがすごい綺麗でいいなと思ってチェックしに行ったんですね。で、そうすると、ね、こんなにいっぱい、このテクマクマヤコンがいっぱいあったので、もうね、悩むじゃないですか。だからこれは現地行って、ね、色を見てこないと、絶対、ね、このネットでは買えないなと思って、こう、いろいろね、聞いたりとかして。で、最終的に一番悩んで、ね、どれにするかって私は考えるときには、やっぱりね、パンフレットのモデルさんのメイクが良かったら、ね、このパンフレットの、このイメージモデルさんの色はどれ使ってるんですかって言うと、これです。ということで、こちらのね、4番の色を選ばせていただきました。で、なんで選んだかっていうと、もうね、本当に可愛いのはそうなんですけども、ピンクがとってもね、ちょっとくすんだ系のピンクで大人にね、使えるピンクだなと思ったから。はい。で、すごい、一般的に、こう、ナチュラルに使いたいなと思うんだったら、02番だったりとか、01番とかの色ね、すごく使いやすいかなっていうのが結構ありましたので、ね、これを使ってみて、あ、よかったなと思ったら、ちょっと増やしていってもいいかなっていう印象です。次、チークも。はい、チークどう？見て、可愛くないですか？もう、おととい買って、もう昨日ね、ちょっと講座があったので、講座で使いまくっちゃってね、もう、ほとんど使ってる状態なんですけども、ね、ブルームミックスブラッシュコンパクト、ね、ブルームクチュール19番チークのカラーになります。大人の肌どうなのって感じでしょう？でも、このブルーだったり黄色だったり入っているので、色ムラの調整してくれて、透明感があるピュアなね、血色を入れてくれるということで、昨日結構年代ね、もう本当に30代から50代、60代ぐらいまで、いろいろな方にちょっとね、チークを塗ってあげたら、ほとんどの方に似合ってたので、使い勝手はいいと思いました。はい。で、インスタの方でね、ちょっとつけたんだよって言って出した時にも、みんなね、あ、それすごく、綺麗な色ですねっていうことだったので、はい。大人がどうやって使うかっていうのもやっていきたいと思います。あと、マスカラ。こちらの方のマスカラ、ブルーミングラッシュ。ニュアンスカラーということで、同時に出てたんですけども、03番の色。ちょっ
ちょっとだけね、ちょっと赤みのあるちょっとブラウン系の少しのまつげを優しくしてくれるのにいいかなと思って買ってみました。なので今日ねアイメイクこちらの方ねやっていきたいと思います。はい、じゃあこちらの方からいっていきます。はい、最初ねキラキラするベージュにゴールドパールみたいにね入ってますね。ちょっとシルバーとかも入ってるかな。で次にピンクです。ピンクもね色わかるかな。ピンクで少しちょっとブラウン入った赤みのねブラウンですね。で紫こんな感じの色になっております。まずねちょっとせっかくベースあるのでベースつけたのとつけてないので色をやっていこうかな。まずベースを取りますね。あ、ベースねちょっとトーンが明るくなりますね。だから目のくすみがある方はまず目のねくすみを取るのにいいのかも。はい、まず全体的にちょっとね広めにベース塗っておきます、ね、こっちは何も塗ってない状態。はい、でそこからねせっかくなのでこのピンクをはい、塗せていきます。でこのねワイパー塗りでいいので少しねこのオールラインまで乗せていきます。でね、色が本当に綺麗、あのベース塗ってるからねビタッとつく感じかな。ナチュラルについてきます。そうすると何も塗ってないベースの時はこんな感じ。はい、こんな感じですね。でピンク、乗せていきます。でそのピンクのところの、ね、横の部分にちょっとラベンダーの色重ねていきます。よいしょ、外側ですね、外側に重ねていきます。でそこから全体的にちょっと二重のね幅ぐらいだけちょっと入れていきます。でそこからねこのちょっと赤みのあるブラウン真ん中にまず黒目の上の部分にまず置いてあげてね、そこからこっち側ね真ん中に寄せて真ん中に寄せていきます。わかります？ね、ここ真ん中に入れて端っこから寄せて目頭から真ん中にこういう立体感出していきたいんですね。はい、こんな感じになりました。すごい綺麗だね、色ね。はい、でそしたら今度ちょっとね下のラインにまずちょっと明るいね、このあれかな、ベージュイエローみたいな感じかな、入れてあげてから少しこちらの色をまた真ん中ね黒目の下の部分にちょっと入れます。でちょっとぼかしてあげてどうですか？はい、あとちょっとねラインっぽくキワだけ入れとこうかな。そう、ちょうどこれ見ると目だけがちゃんとね見えるようになってる。すごいなんかコンパクトとして成り立っています。はい、このねマスカラね、ほんとちょっと赤みがあるので
このアイメイクとの延長線上で色が馴染んでると春っぽくなります。まつげを強調させた茶色とか黒とかなってくると、まあ目を大きくしたいなとかはっきりさせたいときはしっかりした色を塗っていただければいいし、ちょっとねこのニュアンスっていう、あのジルシアードの色ってニュアンスの色がとっても上手なので、アイメイクとのバランスの色がこう延長線上に色がきてるグラデーションになっていくと、ちょっとこういうロマンティック系なあのレースのお洋服とか着た時にとってもね合いやすい、うん、ちょっと繊細なレースのお洋服着た時ってあのまつげとかがねすっごい黒とかあのふさふさしてたりすると頑張りすぎてる感じになってしまうので、どっちかというとねなんかこう全体的に優しい感じが醸し出るといいかなと思っています。よいしょ。はい、こんな感じです。はい、もうねどうどうアイメイクこんな感じです。はい、なんかね一気に春っぽいですね。でこちらのチークになります。でチークも、はい、こちら今日、資生堂さんのねチークブラシ使っていきます。これあの全体的にあの つけてもいいし、ね、ちょっとだけ色だけ、ね、濃くしたいなと思ったらこの辺使ってもいいし、ちょっと透明感与えたいっていうところでちょっとハイライト的に入れても構わないし、ただ全部入れると、ね、この透明感が出るブルーと、ね、くすみを消す黄色ってことで、まあ、赤ら顔だったりとか色ムラがある方っていうのは結構ねぐるっと混ぜちゃうと、ね、すごく綺麗です。でしっかり取ってあげてね、チーク入れるときはいつも言ってますけど中に入ってほしいんですね。なのでしっかり筆の中に入れ込んでください。でこれ少しねラメがやっぱりね入っていて、すごくツヤ感のあるチークなので、ね、ちょっとマットに仕上げといても、ね、チークでねすごくツヤ感を出してくれるから、私はベースがねツヤ感出すの嫌いなんですっていう方はとっても合ってると思います、ね、もう一回いきますね。でしっかり入れて、この粉が見えてる状態だとダメです。ムラになっちゃうからね。よーくなじませて、中に、ね、筆の中にしっかり入れ込んであげて、何にもなくなったなと思ったら、はい、ちょっと入れていきます。でね、ちょっとこうロマンティック系にしたいので、血色の部分、ちょっとね、丸く動かしていきます。で、ちょっとこめかみに向かって、でね、何回か動かしていくとチークって徐々に濃くなっていくので、一発で出るっていう感じにしないようにね。なので、ここね、ぐる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 ね、ぐる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 って言ったら色出てくるでしょ。なんとなくこう色がね、ついてきたなと思ったら、少しね、こちらのピンクの方の色を、だけをちょっと入れまして、ね、なじませて。で、ここだけトン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 って入れていきます。ちょっとね、この目に合わせて少し。で、そうするとチーク入れてあげると顔がクッと上がって見えませんか？ね、ポイントを作って。なので、結構ね、この色、ね、40代過ぎてとかね、50代、私50代ですけど、はい、つけていいのって言ってても、どうです？結構綺麗に合いませんか？はい。ね、くるっとつけてあげて、ね、よくなじませると。よくなじませんですよ。なじませて、はい、こめかみの方に向かってくる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 ね。でちょっとね赤みのとこをつけてあげて、でちょっとトン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 で少し行ったり来たりね。どうかしらん。はい。でちょっと最後にね、シューさんの筆です。はい、こちらの方でちょっとブルー系の色をね、ちょっとだけハイライトとして、入れても綺麗でございます。はい、こんな感じです。はい。これがね、ジルシアートすごくいいと思います。はい、口
口紅はちょっとね、口紅オペラの方塗ってきたんですけども、こちらの方ですプラムピンク塗ってきました。はい、こんな感じです。はい、使ったのはね、ちょっと概要欄に書いておくので、参考にしてください。はい、皆さんどうでしたか。はい、私はね、ジェルシチュアートって本当に可愛い、パッケージがね、やっぱり心躍るっていうことで、メイクってね、本当に気分も上げてくれるものだと思っているので、やっぱりね、女性ホルモンがどんどんね低下してくるじゃないですか。で、やっぱり春になるとね、またちょっと可愛くなりたいなっていう願望がふつふつと多分湧いてくると思うので、皆さん女性ホルモンを枯らさないように、はい、もう目でね見て、なんだろう、キラキラとかね、花柄、本当に私も自分がね忙しくなってくると、結構レースだったりとか可愛いものに目が行くようになるんですね。で、ちょっとね、こう自分が満ち足りてる時って意外にナチュラルなものに目が行きがちなんですけどもね、やはりライターさんとか結構ね仕事仲間の人とか、メイクとかねしないとか、どんどん心ときめかなくなってくると、女性ホルモンがねだんだん枯れてきたりとかしてね、更年期になりやすかったりとか、あと一本だけね太い毛がこらへんにくって生えてきたりとか、男性ホルモン化していくっていうところがあるので、皆さんね、テンションを上げていきましょう。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったらね、高評価ボタン、登録ボタン押していただけると、もうね今年もますます頑張ってやる気出てくるので、よろしくお願いします。はい、しょうこみチャンネルの方では、はい、また1月ね26日27日に、ビッグサイトで、ね、展示会のイベントをやります。で、皆さんのね、まあ、今回はリアルでお会いできる機会なので、もしね、お近くにお住まいの方は、ね、下の概要欄に、貼っておくので、ちょっとね詳細見て申し込んでいただければ、私のミニセミナーっていうのを、ね、皆さんに、ご紹介、目の前でね、ちょっとメイクをしたりとか、すごく綺麗になるヒントだったりということを話していきたいと思うので、ぜひ参加してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。